福岡県議会議長の高原克司様、本日は代理で福岡県議会厚生労働環境委員会委員長の新井文子様、どうぞよろしくお願いいたします。皆様こんにちは。ただいまご紹介に預かりました福岡県議会厚生労働環境委員会委員長の新井文子でございます。本来でしたら高原議長が参りましてご挨拶を申し上げるべきところでございますけれども、本日は公務が重なり出席がかないませんので、私の方から議長の祝辞を代読させていただきます。本日令和5年度福岡健康づくり県民会議総会が盛大に開催されますことを心よりお喜び申し上げます。開催にあたりご尽力いただきました関係者の皆様に深く敬意を表します。さて、新型コロナウイルスが本年5月に感染症法上の2類相当から5類感染症に移行し、社会経済活動は正常化が進みつつあります。このような中、本県の活力を維持向上していくためには県民の皆様の健康寿命のさらなる延伸が県政の重要課題となっております。その中において大切なことは県民の皆さん一人一人の健康であります。あらゆる世代の皆さんが健康で生き生きと活躍できることが重要であります。本日は保険医療関係団体のみならず企業の方にも大勢ご参加をいただいております。皆様方におかれましては従業員の健康づくりを個人の問題ではなく経営課題として捉える経営健康経営にも率先して取り組んでいただき、本県の活力を生み出す原動力となっていただきたいと考えています。県議会といたしましても厚生労働環境委員会に加えスポーツ立憲調査特別委員会、ワンヘルス地方分権調査特別委員会を設置し、健康寿命の延伸、スポーツの推進による健康づくり、ワンヘルスの実践の取り組みなどについて議論を行っているところでございます。今後とも県行政と一体となり県民の健康づくりに邁進してまいる所存でございます。引き続きご理解ご協力のほどよろしくお願い申し上げます。結びに福岡健康づくり県民会議の今後ますますのご発展と本日ご参集の皆様のご多幸とご健勝をご祈念いたしまして、私の挨拶をさせていただきます。本日は誠におめでとうございます。令和5年11月29日福岡県議会議長高原克司、代読福岡県議会議員新井文子、おめでとうございます。